はい、今日のユースポはバレーボール、素敵なゲストも一緒です。来月国内最高峰 V リーグ1部の女子プレーオフが県内初開催。そこで今日は大会 PR として元日本代表の大林素子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、大きいですね。そうですね、はい、身長184センチございます。でも大林さんって静岡に縁あるんですかね。あまりないイメージがあったんですけど、もともと日立全日本の監督山田茂雄さんがもう藤枝東出身 で選手時代も静岡でたくさん試合しましたし、最近では旅番組でね、はい、よくお邪魔させていただいております。まあ、タレントとしても、ね、ご活躍よというところもありますけれども、はい、実はテレビ静岡といいますと大林さんに中継の解説もお願いをしていまして、はい、そうですね、はい、家庭婦人バレーボールの中継、うん、こちらですね。懐かしい。20年ほど前ですね。あら、2年ぐらい前じゃないかしら。いやいやいや、ゼロがもう一つ増えるんですけれども、ただあんまり変わってないように見えます。いやいや、30代で あの格好してますからね。はい、ちょっとね、肌の露出がある大林さんですけれども、はい、ということでこのテレビ静岡も大林素子さんにいろいろと中継の解説の方でお世話にはなりました。はい、そして大林さんにこれからいろいろと語ってもらっていただきたいんですけれども、うん、まずは V リーグについて簡単に説明します。こちらです。はい、今シーズン男子は3部制、女子が2部制で、男子1部に三島市の東レアローズ、そして女子2部に浜松市のブレス浜松が参戦しています。そしておよそ半年間のリーグ戦を経て、来月女子では日本一をかけたプレーオフが静岡で初めて開催されます。9日にリーグ戦2位3位による試合が行われ、その勝者とリーグ戦1位が10日のファイナル第1戦を戦うということになっています。ですが大林さん、そもそもですね、なぜ今回この静岡でプレーオフ初開催ということになったんでしょうか。はい、男子は東レもあったりすることもあって、男子の関西というのはファイナルあるんですけれども、女子はなかなかこれまでなかったんですよ。でも静岡県の、ね、バレーファン、そして協会の方々がぜひ女子もということで熱い思いに応えて今回の開催になりました。本当に楽しみにされている方多いと思うんですけれども、見どころズバリ何でしょう。いや、本当に今回まだね、どの3チームが来るかは間もなく決まるんですけれども、はい、東京の、ね、昨年のオリンピックに出た選手、もうこれ外国の選手もそうですし、日本人選手もみんなほとんど集まります。ですから世界最高峰のプレーが見られると思いますよ。間近で迫力あるプレーだったり、はい、あと、ね、抜群のコンビネーションなんかも、ね、そうですね、あったりしますので、それが本当に目の前で見られるというところ楽しいと思いますね。はい、女子でいうと、ね、石川真佑選手、石川祐希選手の妹さんですとか、はい、まあ、NEC 古賀紗理那選手とかね、もうみんなスターが、まあ、おそらく来るんじゃないかなと思いますよ。はい、また先ほど、ね、大林さんからもありました、例えばアメリカ代表の選手だったりとか、はい、各国の代表もいますから、うん、そのあたりがどうしのぎを削ってどんなプレー見せるかって楽しいですよね。そうですね、アメリカですと本当に金メダリストの選手が女子は入ってますので、さあ誰がやってくるのって、本当に皆さんぜひね、これまで見たことがない方にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね。迫力満点です。その迫力が静岡で見られるという今回のプレーオフ初開催というわけなんですけれども、スタジオの菰田さん、ズミさんからも何か質問どうですか。はい、じゃあ私菰田から聞かせていただきます。小林さん、さっきちょっとおっしゃってましたけれども、今回静岡での初開催ということで、今までこう生で見たことがない方もきっと行ってみようかなという方いらっしゃると思うんですけれども、うん、そんな初心者の方、まずはどんなところに注目したらいいですか。まあ、バレーボールって多分おそらく学校の、ね、体育の授業で一度はやってイメージはあると思うんですよ。はい、そうですね、だから詳しい何かが分からなくて全然いいと思います。はい、もう選手のやっぱり女子の選手のスパイクの、ね、迫力ですとか動きの速さとか、うん、で女子の場合はですね、非常にラリーが見られるんですよ。うん、それこそ海外のヤナクラン選手、今ねもう190オーバーの選手が打ってくるスパイクを止める、上げる、うん、本当に迫力ありますので、はい、何も知らなくても感じるものがたくさんあるんじゃないかなと。あとお気に入りの選手を、ね、見つけるのもいいかもしれませんね。あ、なるほど、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、僕から一つよろしいでしょうか。はい、どうぞ。先ほど20年前の映像出ていましたけれども、はい、その20年前と今の、例えば、まあ、それはルールは置いといて、なんかプレーで変わったことってあります。いや、
実は本当にまさにルールがすごく変わってきたので、うんうん、私たちの時代とちょっと違った競技みたいな感じなんですよ。で、例えばリベロとかができたことによって、うんうん、今までよりもスペシャリストが集まってプレーするのがバレーボール、うん、で、ラリーポイントだったり展開も早いので、より落ちたら1点、すごく分かりやすくなっているのかなと思いますよ。うん、ありがとうございます。はい、そして今回実はもう一人、大林にどうしても話を聞きたいという現役のバレーボール選手がいるんです。それが県の女子バレー界を引っ張るブレス浜松の中野優希選手です。創部9年目のブレス浜松、そのキャプテンでエースが中野優希選手です。最高到達点302センチの高さとパワーで、入団1年目の昨シーズンは最優秀新人賞を獲得しました。普段は浜松市内で営業事務の仕事で働く中野選手、練習の合間にはラジオに出演するなどしてチームの認知度アップにも勤しみ、県出身選手として地元クラブに貢献しています。そんな彼女が大林さんに聞きたいこととは。今コロナ禍でなかなかファンの方たちと交流ができない中で、チームの知名度っていうのを上げていきたいんですけれども、どういうふうに上げていったらいいと思いますか？バレーボールの選手の方って結構まあ背も高くて、すごい服装選びとか靴とかすごく迷うんですけどどこで服を買っていますか？はい、という質問ですけれども、はい、まずは大林さん、はい、1つ目、まあ、チームの認知度知名度アップということですが、はい、いかがですか？ブレスさんは割とツイッターですとか SNS を使って選手がたくさん発信しているので、そういったのをよりいっぱい拡大することと、まあ私から言わせていただければ、このユースポの、ね、レギュラー枠に1人ブレス浜松の選手を使っていただければありがたいですね。はい、なんて思いながらも、とにかくやっぱ発信することがすごく大事なの で、ね、彼女たち頑張っているので、いっぱい伝える場を、ね、提供してあげることもいろいろお手伝いできたらいいなと思いますね。そしてもう一つ、うん、まあ、これはね、やはりバレー界のおしゃれ番長大林さんにぜひともというような質問ですけれども、はい、どうでしょうか、ファッションに関しては。これね、中野選手はそこまで大きくないのよ。私は84で、彼女10センチくらい小さいんですけど、でもやっぱりなかなか女性にとってお洋服は困るんですが、これもうちょっとブランド名言っちゃいますけど、私たちよくお世話になってるのが、はい、アテヤカさんという、私ツイッターとかインスタとかでもアップしてるんですけど、身長176センチ以上の方専門のセミオーダーもあるお洋服をね、そこで通販でやっておりますので、私がやってるんじゃないんですよ。私ですか、背高い、例えば大山香菜さんとかね、栗原めぐみさんとか加納舞子さんも利用してるのがあるので、ぜひちょっと大きい人が見てるねサイトなんかもチェックしていただけるといいのかなと思います。まあ、スポーツ選手ではなくても長身選手が、うん、まあ、より綺麗に見えるというアイテムなわけですね。モデルさんなんかも使ってますし、バスケットの選手とか、はい、なかなかね、普通のデパート行っても私たちのサイズこう、ね、短いんですよ。はい、なのでたまにはそういったものもちょっと使うのもいいのかなと思いますね。まあ、なかなかならではの切実な悩みというのもあるかもしれません。まあ、本当にバレーボール選手がいろんなことを考えながら、もちろんファンとの交流どうしようかということもありますし、そういう頑張りがすべて女子のこうバレー界発展につながっていけばいいかなというふうに思いますね。改めてですけれども、 V リーグ女子プレーオフですが、来月9日10日静岡市のこの花アリーナで開催されます。静岡県初開催の熱戦をぜひご覧ください。